つマイナス160、マイナス160マックス2007航空省にて離陸するつマイナス160つマイナス160はソビート連邦のツポレフ設計局によって開発された可変翼超音速戦略爆撃機である。ロシア語で白鳥の意味であるベールイレーベチの非公式相性がついており、北大西洋条約機構の用いた NATO コードネームではブラックジャックと呼ばれた。 その形状からアメリカ合衆国の B-1 ランサーに対抗して開発されたものと見られている。航空機70として開発が始められて、その後、試作1号機が1981年12月に初飛行しており、1982年2月に行われた試験飛行では音速を超えている。 1987年には、試作2号機が試験飛行中に墜落したが、この年の5月に、最初の実用部隊である、第184新鋭重爆撃機連隊の2個、飛行隊に配備されて運用が開始された。一方、西側諸国には、1981年11月に、ラメンスコイエ航空試験センターにあった試作1号機が、 アメリカの偵察衛星により確認されており、最初に撮影された写真には、不鮮明ながらも隣に、つマイナス144が並んで写っていたため、大きさがアメリカの B マイナス1よりも一回り大きな機体であることが分かった。その後には、名称もつマイナス160であることも判明したため、ブラックジャックの名ーコードネームが与えられている。マイナスと B マイナス つマイナス160の方が B マイナス1より機体が一回り大きいことがわかる。つマイナス160のコックピット機体を操作する操縦装置が操縦輪ではなく操縦管となっている。機体は胴体から主翼まで滑らかに厚さを変化させたブレンデッドウィングボディを採用しており、固定翼部の前縁は角度が大きい後退翼となっている。 エンジン配置を含む、基本構成は B-1 と似ているが機体サイズは B-1 より一回り大きく、最大離陸重量は B-1B の216トンに、対して27%増の276トンに、達する。また、搭載する NK-32 エンジンは、ドライ水力でも B-1B 搭載の F101 の、アフターバーナー使用時に匹敵しており、 アフターバーナー使用時にはさらに80%近く増力する。一回り大きい機体と2倍近いエンジン出力により、最大速度は B-1B のマッハ1.25に対して B-1A のマッハ2.2と同等のマッハ2.05。最長航続距離は B-1B を16%。 上回る 14000km、最大搭載量は B-1B の34トンを17%上回る40トンとなっている。飛行性能は、つ -160 が上回っているが、ステルス性に関しては B-1 が優れている。操縦装置はヨエのアナログ式のフライバイ、ワイヤ方式を採用している。機種には、画面に、目視標準用のアップ部 -15 前方。 tv カメラが収められた張り出し窓があり、コックピット前方に引き込み式の空中給油用プローブが取り付けられている。その他にも、アクティブ ECM 防御装置、レーダー警報受信機、チャフフレアディスペンサーが装備されている。また、燃料タンクは、胴体中央部の左右の固定翼部の前縁、胴体後部、左右の主翼内に5つあり、合計して17万リットルの燃料を搭載できる。 可変翼である主翼の交代角は20度、35度、65度の3段階から手動で選択する。離着陸においては20度、高速飛行においては65度を使用する。主翼は前縁のほぼ全てにスラット、公園災害側にドループエルロン、その内側に横に3分割されたダブルスロッテッドフラップ、上部に片側5枚のスポイラーを装備する。 垂直尾翼と水平尾翼は全体が稼働する全誘導式となっており、垂直尾翼の固定部前円から胴体背部の主翼後円部までの間に動作アルフィンを持つ。エンジンは B-1 同様、逆 V 字型の空気取り入れ口の中央にスプリッタープレートを取り付けて、アフターバーナー付きのターボファンエンジン2機に9機を供給するポット2機を胴体を挟んで装備しており、 K4 発を搭載している。ランディングギアは B-1 と同じ三脚で、主脚は B-1B より地中多い三輪、ボギー式の二重タイヤで六輪、前足は B-1B 同様の二重タイヤとなっている。前足は後方に引き込まれて収納される。主脚は後方に引き上げた後、ボギー軸を90度ひねって、タイヤ軸を機体中心線と平行にしてから収納される。 機種に地形追随機能付きのオブソール系多モード後方、爆撃レーダーを搭載し、地上からの一定間隔を保ったままの超低空、飛行を可能としている。コックピットは4人乗りで、並列に2人ずつの座席があり、前列にはパイロットとコパイロット、後列にはシステム操作員2名が登場する。コックピットのケーには、グラスコックピットやヘッドアップディスプレイなどはなく、 通常のアナログケーキを使用しており、中央に文字などを表示できるアナウンシエーターパネル2機を配置している。機体のローリングとピッチングの制御には、大型機で通常使用する操作輪ではなく操縦桿を装備している。操縦桿は根元部分が固定され、グリップ部分だけが動く方式となっている。操縦席には K-36D00 式。 射出座席を装備しており、緊急時にはコックピットの天井部を吹き飛ばした後に射出する。乗員は前足収納部にある登場口から乗り降りする。上部に扇風機がある。兵装類は胴体中央にある縦に,に分割されたタンデム配置の兵器層に収納し、機外には搭載しない。通常爆弾の最大積載量は八千キログラムまでだが、ミサイルを含めた。 攻撃兵器類を搭載した場合の最大積載量は4万キログラムとなる。ミサイルは KH-55 または RKV-500B 核巡航ミサイルを6発ずつ装着した回転式ランチャーを1つの兵器層に各一機搭載することで最大12発 KH-15P 短距離攻撃ミサイルを1つの兵器層に12発搭載することで 最大24発を傾向できる。アメリカは、2-160は B-1 を模倣していると批判したが、これに対しソビエトは、同じコンセプトを目指した結果、同じ形になったと反論した。このような機体の類似性に関するやりとりは、当時の宇宙王冠機、ブランや各国の超音速輸送機においても発生している。2005年8月16日の訪問時に、 スマイナス160の操縦席に座るプーチン大統領。射出座席と黒い小型扇風機が見える。当初はつマイナス95を置き換える予定であったと言われているが、製造途中でソ連が崩壊してしまい、試作機8機を含むわずか35機しか生産されなかった。2015年頃より再生産が模索され、 既存機への近代化と合わせ50機程度の心臓機ス1 6 0 m 2を購入する見込みである。この再生産の一環化2019年2月12日に、プーチン大統領はの超音速旅客機への改装案を提案、発表しているが、ロシア産業貿易大臣のデニス・マントロフはこれを否定している。ロシア共和国以外の地域に配備されていた。 つマイナス160はそれぞれ所属基地のある旧ソ連構成諸国に引き取られた。特にウクライナは19基を保有していた。しかしながらつマイナス160は極めて複雑な構造であったためこれらの旧構成諸国が運用するのは非常に難しく全く運用されずに放置されていた。そのため1990年代中期から2000年前後にかけて ロシア連邦が買い戻し交渉により発揮程度を入手した他は解体処分となり、ウクライナの保有機は2006年までに全機が退役している。2005年8月16日には、ロシアのプーチン大統領が、つ160に登場して、軍を電撃視察した。そして2007年8月17日、1992年以降中止していた。 戦略爆撃機による海外への長距離訓練飛行を再開したと表明。また、2008年5月9日に赤の広場で挙行された軍事パレードにおいて展示飛行がなされている。さらに同年、製造工場に残っていた予備部品を組み立てて1機のつマイナス160を取得した。加えて9月10日にはロシア国防省は2機のつマイナス160が同日。 南米ベネズエラの軍事基地に到着したことを明らかにした。グルジアへの人道支援を名目に、ロシアが勢力圏とみなす国会へ軍艦を派遣した、米国を牽制する狙いとみられる。ベネズエラへの飛行は、2018年12月にも行われた。2015年11月には、シリア内戦でのアサド政権軍を支援するため、他の戦略爆撃機とともに、 アイスセルに対して巡航ミサイル攻撃を加え、初めて実戦に投入された。架空のステルスシステム、ゴルゴンシステムを搭載して登場。ハイジャック機の追跡やミサイル攻撃任務で、登場ユニオン空軍の爆撃機として登場。RAIDON 東京ソ連軍の爆撃機として登場。航空自衛隊百力地を爆撃し、海 -1 支援戦闘機を多数撃破する。 札幌を爆撃する爆撃機として登場。札幌を爆撃する爆撃機として登場。エルジア共和国空軍の爆撃機として登場。後半、サンサルバシオンをめぐる戦いにおいて、イサフ優勢となった際、6機がサンサルバシオンを爆撃して消毒化すべく投入された。ロシア軍の爆撃機として登場する。モスクワが NATO 軍に制圧された際に投入されたほか、 キューバ経由で、ワシントン DC 爆撃のために26に機が投入された。敵爆撃機として登場。エルジア王国空軍の爆撃機として登場。序盤、ロカロハ砂漠に置かれたエルジア軍基地において3機が、離陸に向けて誘導路を走行しているほか、中盤では、オーシア軍とのストーンヘンジをぐる戦いにおいて、つまいなす95と共に投入される。後半のエルジア内戦時には、 エルジア保守派が急進派によるアーセナルワードへの補給を阻止すべく補給用のマスドライバー基地が置かれているタイラー島を無差別爆撃するノーリターン作戦を行うべく投入してくる。東京を爆撃してくる爆撃機として登場。ロシア軍の爆撃機として登場。イギリス軍との海戦で劣勢になったロシア軍が A 空母艦隊を爆撃するため投入してくる。 つ160をモデルとした爆撃機ロマイナス86アルコナストが登場。プレイヤーが購入して所有することができる。武装としては爆装のみであり、特性として短距離離発着が可能、高高度を飛行すると自動的にステルスモードになることが挙げられる。また、カヨペリコ強盗の準備ミッションでも登場し、砲と残空度基地に保管されている機体を奪取する。 ことが目標となる。この機体については民間軍事会社メリーウェザーが所有しており、兵員を搭載してハローできるように改造されている。実際に強盗開始時に潜入手段として陶器を選択すると、カヨペリコ上空からハローすることができる。ありがとうございます。